はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。6月18日日曜日、 NHK ネット聴衆反対デモ開催いたします。来てね、午後です。メール党員6月懇親会、ご応募してね。7月1日土曜日、17時から政策報告会、来てね。いずれも詳細は動画説明欄、もっと見るをクリックしていただいて、場所だの時間だの確認してください。よろしくお願いいたします。テレ朝最新世論調査、内閣支持率 36.9% マイナス 4.4%、1割ぐらい減っちゃいましたね。トラブルが相次いでいるマイナンバーに7割以上の人が不安を感じていることが分かりました。とか言ってて、マイナンバーのせいにしたいみたいなんですけれども、テレ朝はそういうのせいじゃねえんじゃねえのかなーっていうのが、感想なんですけど、一般反応です。バカ息子のせいじゃない？自民の政策ってへりくつこねて無駄な事業を作って中日記することなので、減税すれば支持率アップだぞ。岸田は権力が欲しいだけのパーと、ね。支持率1割低下の原因は LGBT 法のせいじゃないですかね。あれで入管法改正したの帳消しになっちゃったんじゃないの。パーの茂木幹事長、一部のネトウヨが騒いでるだけなんて言ってたみたいですけど、なんかネトウヨという人らをですね、特別な生き物のような、他人事の寝ぼけかましてんな、この人な、思ってますけれども、情弱だよな、茂木幹事長って。テレビと新聞しか見てねえのかな。いわゆるネトウヨって、普通の日本人のおったから、相当数いるからね。でなければ、立憲の支持率がたった 4% にならないでしょ。パヨはよくね、靴沢はネトウヨとか言って、ネトウヨだからしょうがないみたいなこと言って、済ましてますけど、まあ、ことなき得てないからな。6月21日国会閉会、解散の噂が流れてますけれども、私はないと思いますよ。任期あと2年と4ヶ月も残ってるんだし、権力にしがみつきたいですね。パーの岸田にそんな重大な決断できるわけねって思っております。解散はないと私は予想しておりますけれども、皆様の予想はいかがでしょうか。まあ、いついかなる時に解散して選挙やっても、立憲が半減、壊滅状態になるのは、まあ、規定路線かな。埼玉県知事は共産党の応援で当選した共産党の言いなりパヨ知事だった。当選時にですね、志位和夫委員長から直々に共闘の力が実った、祝辞をいただいているほどのパヨでした、埼玉県知事今の。そんでね、驚いたことに自公も乗ったんだって。なんか大阪のあれみたいなね、自民と共産党が連携して維新に立ち向かうみたいな。自民は共産と手を組んだら維新にやられんじゃねえのかな。埼玉県知事選挙、来月の20日から開始だそうであります。もうすぐですね。維新はチャンスじゃなかろうか。またね、自民、公明、共産、まあ、立憲も乗るだろうな。そこら辺が相乗りしてですね、今の知事を応援するんだったら、維新はチャンスでは。大阪で、自民壊滅したでしょ。共産党手組んであげれられて、公園内の県営プールで水着撮影大会が企画されました。近代麻雀っていう週刊誌の企画、共産党県議が性の商品化と騒いで噛みつく。埼玉県プールの使用許可を取り消す。出演予定だったグラドルや出店に、出店に金銭的被害発生私らの仕事奪うな。性の商品化ってなんだよ。炎上しまして、大野元裕パヨ知事、中止要請を撤回しました。特定の政治団体などの意見に左右された事実はございません。と、発表しまして、なんだよ、特定の政治団体って、共産党に言われたからだろ。炎上しておりました。一般判断です。よくもまあ、こんな見えすいた嘘を。最後の逃げを言いたいだけなのに、偉いなが言い訳やな。最後の行、どうして嘘つくの。
知事が共産党の言いなりとなればさらに大問題に発展しかねないから、一旦許可したくせに特定団体のクレームで取り消してさらに撤回のグダグダ、共産党は損失を補填すべき、堂々と水着になれないプールって何なんだよ、特定政治団体じゃないとすれば埼玉県が規則をねじ曲げて横暴したってことになるんだが、共産党県議どもが中止を自分らの成果として威張ってたけど、そいつら今はもう中止は県の判断、私たちにそんな力はないしってポーズに移行してるよ。さすがにもうその逃げは無理っしょ、証拠いっぱい残ってるしと、こいつらの言うなりになってたら、共産党県議の言うなりになってたらね、性の商品かーなんつってしたらね、いずれイスラムみたいに何もかも女性は隠さないといけなくなっちゃうよな、ちょっとそんなこと思いました。ついでに知事が大嘘ついた特定の政治団体がトレンド入りしてしまいました。一般判断です。特定政治団体怖い、はっきり共産党って書いてよ、隠す必要あんのか。撮影会中止を騒いだ人らがあしら共産党じゃないと嘘ついているから、共産党はしょっちゅう自爆しててしらばっくれるのも慣れたもんですよ。特定アジア、特定野党、特定政治団体、名前を言ってはいけないあの政党共産党はなぜ性の商品かなんていう新しい言葉、新しい概念、まあ、性暴力とか性加害とか新しい言葉を作ってですね噛みつくのかということなんですけど、共産党のビジネスをここで、解説いたします。何でもいいからへりくつこねて猛烈に妨害する、主催が事なかれで一歩譲ると私らの監視からやってもいい、中に入り込む、総会や同様にですね金をもらって黙ることもある、騒がないでいてやっからいくらか寄付しろみたいなね、一旦中に潜入できたら、そのね主催イベントなんかのに物申すことが会議に出席できるようになったら、ソ連共産党直伝のですね内部からの組織破壊マニュアルを実行するんですけど、これどういう手段を使うかっていうと、事業に完全完璧を求め議論を停滞させる、枝葉部分を大げさに言い立て主要部分の議論を妨害する、ごく低確率の事故の備えに多大なコストをかけるよう誘導するなどなどで、組織を腐らし事業を腐らし支配する、あの人うるせえから言うこと聞いとけみたいな、そんな話になってしまう、かくして事業の乗っ取り完了、公金もちゅうちゅうし放題、これが共産党の難癖ビジネス、全国の男女共同参画事業やらだいぶ共産党に乗っ取られてんじゃねえのかな、共産党の食い節になってんじゃねえのかな、だって尋常じゃねえもの、噛みつかれ方が私、知ってる方も多いと思うんですけど、私の持論なんですけど、正社員ポスト100あって男100人雇ったら夫婦100組できるよね、50-50で雇ったら夫婦50組しかできねえよね、というようなことをつぶやいたらですね、まあ、図星刺されて腹が立ったのがえらい湧いてきました。ああパヨが、すげえ湧いてきた。これ男女共同参画事業にだいぶお世話になってんだねえのかな、パヨどもな、食い縁からねえから、あとねパヨ本ばっかり並べる公立の図書館とかだいぶ乗っ取られて入り込まれてない、なんでコラボが温泉娘に噛みついて、なぜ、コラボが温泉娘に噛みついたか、ひまそらさんを激怒させ公金停止っていう破滅を見たのかっていうとですね、まあ乗っ取りか金が目的だろうな、共産党と関係が深いフェミ連中も、クーツーなんて変な言葉流行らしたバカ野郎の女もですね、総がかりの菱山直樹と一緒に凱旋やってました。全くの仲間、共産党あるいは総がかりの連中、いつでも何かにへりくつで噛みついてるのは乗っ取りが黙ってやるから金払えっていう目的ですね。まあどっちも成功しなくてもですね、私は正しいことをした、勘違いで満足できるっつうね、献血ポスターの宇崎ちゃんもそういえばやられてましたね。こういう反射同然のですね論より大声嫌がらせ事業撲滅方法はですね、共産党や類似団体はこういう手口使うんだよって宣伝拡散することですね、県職員だの市職員だの
議員だの知事だの市長だのが知ってればこれを論より大声言わせ事業のシステムを知ってれば、これ絶対一歩引いたらどこまでも踏み込んでくるやつって引っかかれなくなるでしょう。知ることが大事、知は力であります。今回は中止要請撤回で失敗したが、成功したらね、主催者に対して共産党が次やるときは私ら黙ってってあげるからっつって金か赤旗購読を要求してたかもしれんですね。それじゃあ共産党は反社同伝じゃないかって思ったあなた、爽快やがっていうあなた、その通りです。反社会的存在じゃなければ公安監視対象になってねえでしょ。反社だから監視されんでしょ。だから共産党は反社同様って、もう反社よりも悪いもんかもしれませんよね、ひょっとしたら。フェミ界隈やアグネス、中国共産党のスパイですね、アグネスがアニメや漫画に噛みついて規制してがるのは一体なぜなのか。これロリーとかに噛みついてますけれども、答え、中国共産党の指示であります。世界で最も学ばれているのは英語なんですけれども、では英語を母国語とするアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドではどうなのか、何語が一番学ばれてるのか。これ緑が英語学んでる国で、青は日本語学んでる国なんですね。アメリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアは英語学ぶ必要がねえから母国語だから日本語並んでいる。なんと日本語習得が一番人気になっております。さすがにですね、英語は母国以外の国はやっぱり英語が強いよな。これネットのソースコードを英語で書いているうちは英語が世界語っていうのは揺るがないんじゃないでしょうかね。日本語でソースコードを、そもそもネットを日本が開発してソースコードは日本語ってなったら派遣、取れる、日本語が世界標準語ってなったかもしれないですけど、まあまあネットのね、コードが英語のうちはちょっと英語が世界基軸言語っていうのは揺るがねえよなーって思いますけれども、アニメを字幕なしで見たい、日本文化に興味があるっていうのが理由だそうであります。中国共産党ぐぬぬぬぬ、日本のイメージが良くなることを危惧している、恐れている、なんす、大嘘こいてあれしてっからね、日本のイメージを落とそう、してますから、毎日毎日日本のアニメを破壊すればですね、自分らのアニメが覇権取れるんじゃないかっていう勘違いもある。これ日本のアニメの下請けでセルガとか返すで自分でもできると思ったのかな。プロデュースも手掛けるようになって、まあ毎期ね、日本の作品が30ぐらい、放送されるとこ1個ぐらいは中国製っていうのが混じってまいりました。というわけでですね、アニメにクレーム入れろをスパイどもに指示と、麻生総理だった頃国費でですね漫画アニメセンターを作ろうっていう計画があったんですけれども、それギャーギャー言って潰したのも中国共産党の手先どもじゃないかな、思っております。海外の偽日本料理店を潰すためにですね、中国人経営のグズグズのうまくねえ寿司屋とかいっぱいあって、寿司ポリス計画を推進してた議員が休止したのも中国共産党のですね、日本のイメージが高まると困るっていう理由柄じゃないでしょうか。人の足引っ張ってもですね、自分が浮くことはないんですけれども、絶対評価で言うとね、中国共産党の幹部どもはですね、政治じゃなくていいことをしたから上に行けたわけじゃなくて、人の足引っ張って、蹴落とした、そういうのがうまいやつが上に行けるんで、そうは考えない。あいつらにとって政治とはつまり、同僚の足引っ張り蹴落としである。日本改革党の政策にですね、漫画アニメの表現規制反対が入ってるのは、まあこういう理由なんですよ。中国共産党の思い通りにさせてたまっかってね。日本のイメージ良くするのにアニメ漫画が非常に貢献していると。それはアメリカ、カナダで日本語人気が一番人気になってるっていうのは驚きの結果からも分かりますよね。ウェブメディア、オタラボ調査。
実家暮らし以外の18歳から27歳に聞きました。家にテレビある？ない？ 26%。 テレビがある人に聞きました。地上波しか地上波映らないチューナーレステレビ 4%。 これモニターですね。大きい携帯みたいな、あるけど全く見ない 8%。 地上波のみ映るテレビ 45%。 地上波もネットも映るテレビ 44%。 これアンドロイド仕込んであって、まあ、あのテレビの電波のチューナーも入っててっていうハイブリッドですか。一般意外と持ってんだな。ネットフリ YouTube 見られるから地上波のみならもっと少なかった。これは純粋に地上波一生懸命見てるのは 45% でしょうね。テレビ持ってる人の4人に3人がテレビ持ってて、そのうちの半分弱が、地上波のみ映るテレビだから、まあそのぐらいなんだろうな。ゲーム用だろう。テレビにゲームつないで、それやってる。これは NHK が悪い。ネットに面白い映像が無限にあるのに地上波しか見ない高齢者はもったいない。私の動画パソコンで見れる65歳以上はたったの 11% っていう、エリートさんたちなんですけれども、まああのー、あれでしょうね、スマホで動画ぐらいは見るんだろうけど、高齢者はほぼテレビ付けなんだろうな。もったいないよな。テレビ持ってても地上波見てるとは限らない。引っ越しのついでに捨てたわ。 NHK に金払うの嫌で捨てた。何も困ってない。地震の時だけつけてる。うちの子供たちはテレビでつべとアマプラしか見ていないと。番組つまらんって意見も多かったです。Z 世代、でテレビがないのが4人に1人と、27歳以下ね、半数ぐらいは持ってないのかと思ってましたけども、テレビをゲームで使ってる、ネットフリアマプラ見てて地上波は見ない、持ってても全く見ないっていうのも少数いたから、まあまああの少ない、半分以下ですよね。なるほど、 NHK が焦るわけだ。でネットからも撮りますよ、将来スマホからも撮りますよ、なんていうこと有識者会議で決定しちゃったから、ネット徴収反対でもやんなくちゃいけない羽目になったじゃありませんか。横断幕とかのぼりとか、多少なりても金かかんだから、あの謝罪と賠償を要求する NHK にじゃないか、総務省か。まあそんなわけで、あの6月18日 NHK ネット聴取反対でもやりますんで来てくださいね。数多ければ NHK もですね、おっとこれは慎重にことを運ばないと。でなんていうのかな、警戒動きがのろくなっからね。1秒でもね、あのネットからスマホを持ってるだけで撮られるなんて事態は、1秒でも遅らせないと妨害してギャーギャー騒いで、そっか俺の監視下ならやっていいっていうことで、あの中に入り込むっていう、それじゃ共産党の難癖ビジネスと同じじゃねえかなっていう、話もありますけれども、というわけで、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。